いよいよ初陣ウルグアイ戦が行われたけど、様々な声が聞こえてきたな。そうね。今回はウルグアイ戦で聞こえてきた多くの声を見ていきましょう。三笘がなぜ生きないのかまでやるのでぜひ、最後まで見ていってね。まずスタメンから見ていこうか。4-2-3-1、キーパーにシュミット、ディフェンスラインに菅原、板倉、瀬古、伊藤。中盤に遠藤、森田、堂安、三笘、鎌田、ワントップ浅野だったな。まあ、大体予想通りのメンバーだったわね。私たちが予想したのと違ったのはまず左サイドバック。今回は両サイドバックの主力組が招集されてないから、ここは重点的に試していくのかと思ったけど、伊藤できたわね。全体のメンバーを見ると、がっつり安定のメンバーって感じだな。瀬古と菅原はそもそもワールドカップ組がそのポジションにいない状況だったし。だからスタメンにしたけど、その他は主力じゃないとしても、ワールドカップメンバーだからね。メンバーは若干違ったけど、初戦を勝ってスタートしたいんじゃないかって予想は当たった感じだな。あと予想と違ったのは右サイドの堂安と浅野。堂安は驚きなかったけど、浅野は正直驚いたかも。堂安のところは伊藤、浅野のところは上田で予想してたな。確かに堂安はどっちも可能性あったけど、浅野は意外だったな。やはり森保監督の中では浅野の序列は結構高いみたいね。ベルギーで得点量産しててもそれはあまり影響なかったみたい。ちょっと悲しいけど、クラブよりも日本代表での活躍を重視してる感じかな。浅野は大事な時に点取ってるのと上田はなかなか機能しなかったりしてたからな。まあ、浅野は確かに大事な時に点取ってたけど、機能してたかと言われると。あとはさすがに三笘がスタメン出場となったな。このメンバーでもベンチスタートだったらどうしようかと思ったぜ。そうね。この三笘についてはこの後重点的に見ていきましょう。スタメンはこんな感じだな。この試合で注目していたことはあるか？一番は両サイドバック、特に層の薄い左サイドバックの新戦力の発掘。だからこそ、予想ではバングーナガンデをスタメン予想にしていたわ。確かに左サイドバックはな。長友に頼らざるを得ない状況ってのはいい加減脱却しないと。そしてスタメンとなった三笘がどうなるか。この試合次第ではまたジョーカー的な役割に戻る可能性もあるからね。そこばっかりは監督の考え方次第だからな。そして最後にワントップ。やはり前田以外のフォワードには頑張ってもらわないと。これまでも試してきたけど、どれも微妙だった現実がある。上田はベルギーで絶好調だし、このフォワード争いを盛り上げてほしいわよね。もうこのフォワード問題ってのはどの日本代表でも課題だな。じゃあ、疑問の声が多かったものとともに、それらの注目ポイントがどうだったか見ていこう。まず一人目は浅野ね。スタメンであること自体に疑問の声が多かったし、試合後も厳しい声が多かった。ここについてはそうだよな。スタメン自体に疑問の声ってのはさっきも話していたけど、これまでも機能していたのかって点だよな。フォワードのメンバーは正直どの選手も機能していなかったんだけど、最近の活躍、上田との比較もあっての批判じゃないかしら。リーグレベルはあるかもだが、上田はベルギーで得点を量産しているからな。浅野も最近ちょっと活躍したりもしたけど差はある。そこの点で考えた場合、やっぱり優先度としては上田になるのでは？ってのは私も思ったわ。この後話す三笘との相性を考えてもね。まあ、スタメンに疑問があるにしても、試合で活躍してくれればそれでいいんだが、そうならなかったからさらに批判されてるんだろうな。森保監督が浅野をワントップにしてどうしたかったの？それが見えてこなかったのよね。チーム全体のビルドアップにも問題があったし、なおさらこの戦い方ではワントップを浅野にする意味がなかったように感じたわ。ビルドアップはかなり気になったな。なんであんなに消極的なプレイになってたんだろうか。浅野は抜け出してチャンスもあったけど、やっぱり決定力とか色々気になってしまうな。そうよね。突破するまではいいけどその先がない。ワントップタイプでフィジカルが強いわけでもないからどうにも難しいわ。サイドも同じく。上田が入ってちょっと良くなっていたし、森保監督が今後も浅野を使い続けるのか気になるところよね。森保監督は浅野をどうしたいんだろうな。前田と同じく考えているんだろうか。でも前田は特殊だからな。単純なスピードだけでは比較できない。守備面でも大きな差があるしね。とにかく上田や町野などフォワード陣はもっと頑張らないと状況は変わりそうもないわね。あとは鎌田もだよな。結構言われてた。鎌田はどうにも調子が安定しないのよね。これは今に始まったことじゃなくずっと、好不調の波がでかすぎるよな。いい時は本当に無双状態で別格なんだけど、悪い時は完全に消えてるか、やらかすかで極端すぎる。確かワールドカップ前から調子を落としていて、最近はクラブでも調子が悪い。ベンチスタートもちょこちょこあって本当にどうしちゃったんだろう。この試合もほとんど消えていたし、疑問の声が出るのも当然よね。あとはやっぱり伊藤か。三笘も含めて見ていこう。
やはり三笘と伊藤の連携、伊藤の消極的なプレイに対する批判の声が多かったわね。まあ、チーム全体が消極的なプレイが目立っていたし、伊藤だけがそうなわけじゃないけど、ワールドカップとかでも三笘との連携、消極的なプレイが目立っていたからな。やはり三笘を生かそうと思うと周りの選手も重要になってくるわよね。特にワントップと左サイドバックの存在は大きい。やっぱりある程度キープ力のある典型的なワントップがいることが理想だよな。上田が入ったことでそこが幾分かマシになってたし。そうね。それに加えてサイドバックの連携、ポジショニングだったり攻撃参加のタイミング、パスかドリブルか。やっぱり三笘と相性がいいのは攻撃的サイドバックになるよな。じゃないと三笘一人でなんとかするようになってしまう。この試合がまさにそれだったが、伊藤はそもそもセンターバックが本職で、左サイドバックもできる選手。最近はシュツットガルトでもセンターバックだし、サイドバックの選手じゃないのよ。やはりこの辺は試合中に出てるわよね。消極的なプレイに見えるのはサイドバックでセンターバックの仕事をしてるから。確かにそう考えるとセンターバックの選手に攻撃力を求めるのは酷だよな。それなら他の選手を使えって話だけど、その代わりになる選手がいない。日本代表外貨に左サイドバックの人材不足かわかるな。でも選んだのは監督。この試合もフル出場させてるけど、三笘との連携を考えるなら途中交代もできたはず。しかもビハインドで試合が進んでいたのに伊藤を使い続けた。より攻撃的なサイドバックを投入する考えがあってもよかったと思うし、今後を考えても試していかないと。それこそバングーナガンデあたりか。三笘と相性良さそうだけどな。試さない限り良さそうで終わってしまう。そうなのよ。結局実際に試さないとわからない。予想ってただの予想だからね。問題点はいっぱいあるな。左サイドバックの伊藤も問題だったし、ワントップの浅野も。だけどそれだけじゃないよな。三笘のスタートの位置も低いし、ビルドアップはチーム全体として問題があったわよね。ここら辺はショートカウンターで、うやむやになっていたところが明確な問題として出てきたわ。そうなんだよな。もともとはこのチームどうやって崩して点取るの？ってのが問題だった。そこに前田が出てきてハイプレスショートカウンターになったんだよな。ハイプレスショートカウンターならビルドアップってあまり問題にならないからね。各ポジションの選手の相性を考えた配置、そしてこのビルドアップについて考えないと日本代表で三笘を生かすのは難しいよな。そうね。それでも突破してしまう三笘はやっぱりすごいとも思ったけど、彼の進化を発揮させるためにもそれらは今後改善が必要ね。まだ新日本代表も始まったばかり。これからに期待して応援しようぜ。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で三笘を日本代表で生かすにはどうすべきか、気軽に教えてね。それではまた次回。オーニーポー。